長寿宗です。今日はね、いつものようにガサガサに来てるんですけれども、季節がね、もう暖かくなってきて、結構ね、虫がいっぱいいる嫌な季節にね、なってきました。なのでね、虫除けスプレーをね、使ってるんですけれども、もうね、なんかホタルがちらほら飛んでるようで、田んぼに水が入ってカエルのね、鳴き声もね、すごいしてます。今日はね、ちょっとナマズ用のタックルも持ってきてるんで、まあ水路の状況がどうかなんですけれども、条件がね、良ければね、ナマズ釣りもね、したいと思います。ホタルがいます。映ってるかな。もうね、川の中が整備されちゃって、草とかがね、あんまりなくなっちゃったんですよね。なんでね、ちょっとあんまり魚とかいませんね。うお、テナガエビ取れた。でっか。正直なんかあんまりやっぱり生き物がいないですよね。どうしてもね、水路の中の草とか泥とかをちょっとさらってきれいに整備しちゃってるんで、生き物も一緒にね、さらわれていなくなっちゃったみたいです。うなぎだ。うなぎがいる。ちょっとね、急遽ウェーダーを履きましょうかね。さあ、ウェーダーを履いてきました。穴の中に潜っちゃった。あ、くそ。逃げられたか。アメリカザリガニか。なんかの船かな。おそらく船の稚魚ですね。さあ、ナマズを狙ってみたいと思います。さっきね、別の水路で狙ったんですけど、ちょっと入ってなかったですね。
と。ああ、バレた。ああ、くそ。もうね、しっかり明るくなってきちゃったんで、そろそろ帰りたいと思います。ちょっとね、ガサガサのついでにね、今年初の生釣りやったんですけれども、ちょっとね、条件が悪すぎました。もうね、水草がすごくてですね、もう狙えるポイントが限られてまして、まあ、そんな中で5バイト出したんですけど、うちね、乗ったのは1バイトだけ。そのね、1バイトもものにすることができず、残念ながらね、バラしちゃいました。ちょっとね、すごい悔しいんでね、近いうちにね、またリベンジしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。妊娠しとるんや、うん、多分そうなんやろ。